コフローレスこと、ホセマヌエル・フローレス・モレノは、スペイン、カディス出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。地元のクラブチームである、カディス CF のリザーブチームで、プロキャリアをスタートさせる。その後、トップチームへと席を移し、3試合に出場した。2007年から2つのクラブに、レンタル遺跡に出される。FC バルセロナアトレティックでは、 ジョゼップ・グアルディオラ監督の元セグンダ・ディビシオン B 昇格に貢献した。その後、地元カディスと同じアンダルシア州にある UD アルメリアへ移籍した。2010年7月、ジェノア CFC に移籍した。2011から12シーズンは RCD マヨルカにレンタルで移籍した。2012年7月10日、スウォンジーシティ AFC に移籍した。 2014年8月9日、レフウィアイスシーに移籍した。2017年9月、グラナダ CF に移籍した。2018年6月28日、FC ルビン火山に移籍した。2019年7月16日、CF、フエンラブラダに移籍した。2008年10月に、スペイン代表 U-21 に初招集される。2009年6月に、 スウェーデンで行われた UEFAU-21 欧州選手権2009に出場した。ありがとうございます。